昨シーズンマネのゴール数まであと2はやばい。8試合14ゴール。8試合いいね、14ゴール。まあまあ、そこそこかなと思います僕のね、批判のキャリアだとね、昔メッシーが20試合でね、45ゴール取ってましたからね、シーズン終わる頃に80ゴール超えてたんで、それ比べたらまだまだです。ゲームやけ。いや、あれは僕もう本気で取り組んでるんで、ゲームとか言ってほしくない、ね。人の本気をそういうふうに。 笑わないでほしい。ディズナでハランドの活躍が驚いてますからう、皆さんももうハランドの壮観。あ、そうなんだ。そうか。まあまあ。思った以上に凄かったみたいなことだよね。ハーランドの凄さいつも言うのはあれですけどね。切り替えの瞬間に急所に走り込む能力とそこを決めきるテクニック、フィジカル、メンタル全部持ってて。で、何よりあのフィジカルあるんだけど考え方がさ、もう本当にフットボールターミネーターみたいな感じで、本当デブライネストライカーはみたいな人なんですよね。 そこだと思います。淡々と自分に必要なことをやれるっていう。だから、あの、インタビューかっこよかったっすよね。タッチ数がすごい少ないって言われたときに、まあ、僕の目標は5タッチで5ゴール決めることだからね、みたいな。かっこいい、みたいな。それ別に狙わないで言ってるからね、ハーランドは。必要なところで必要な分ボール触ったらチームは勝ちますからね。ハーランドのこのコメントの説得力半端ないね。まあ、結果も出してるしね。 ああ、ハーランドね、ビブスね、投げないで渡すやつね、ああいうの大事っすよね。そう、うかつにやっちゃうからね、あれね。あの映像見たらもう世界中がビブス投げて渡されるでしょうね。ハーランドが加入したシティの変貌はどう考えますかハーランドに関してはさ、もう能力で言ったら、守備もしっかり、あの、基準を満たすというか、 原則に乗っ取ってちゃんとやって、前から全部ハメに行くのか、動作合クでかけるのかとか、オランジさえイのかとかちゃんとやれてで、なおかつ切り替えの瞬間に、あの、急所に走る能力があるし、それがもう最高速に達するのが早い。で、前よりも多分スリムになってるから、敏捷性がちょっと高まってて、後ろ使うプレーとかも得意になってる。 スワレスとか、レバとかさ、えー、ケインとかに比べれば、ポストしてサイドに振るみたいな技術は低いかもしれないけど、でも今のシティのトップの選手もそこまで高いかっていうと、その今挙げたような選手たちに比べたら高くないし、で、ハーランドに関してはね、もう、練習もすごいするタイプだから、なんか普通にペップとも合う感じするんですよね。で、デブライネっていう、その急所に走り込んでくれてたら最高のパス出すよって人がいるから、本当は悪魔のコンビになると思うんですよね、そこは。 テブラインとハーランド。で、そうなってくると、じゃあ、センターフォードのポジションは、ハーランドが怪我しない限りターンオーバーとか以外ではもうハーランドになるから、ペップがツートップとか基本使わないからね、相手の状況がめちゃくちゃ守備的とかじゃないと。ってなるとさ、じゃあ、ジェズス真ん中で使われなくなるんで、ユリアン・アルバルスはどうなるんだろうみたいな。であと、ジェズスの放出だったり、ユリアン・アルバルスのローンとか、そういう、全体のスカットどう回すかが気になってきますよね。 ジズスの出番また減っちゃうなってなるとやっぱりアルテタが取ろうとしてたらジズスも行こうとするのかなっていうそこをつなげちゃいますよね。<music>